瞬間接着剤、非常に便利です。すぐにひっつけることができますね。まあ、こんな容器に入ってて使うときは付属の針、最近こんな感じに安全になってますね。これで開けます。それこういうくっつけたいものに少量こう当てるだけ。これでもう 2,3 分待ったらしっかりくっつきますね。もうしっかりくっつきました。普通の接着剤と比べて待たなくていい、それがいいんですよね。まあこんなことはもうご存知ですけど、これ嫌なところがあるんですよ。よく手とかにひっついちゃいます。手とかにひっつくともう取れないんですよね、なかなか。昔からもしついたらお湯で揉みほぐしてください。これでちょっとずつ取ってきます。これちょっとデモしてみます。こんな感じでもう手ピタッとひっついて取れないんですよね、もう取れない。こうなったらどうしますか。この時に普通にいいものがあります。これはこれ、爪に塗るマニキュア用の除光液、これを垂らすだけ。ここに除光液を垂らします。それ揉みほぐします。もう取れてる感じがしますね。もうこれ取れてしまいましたね。手についた瞬間接着剤の残り、これも除光液で溶けてしまいます。お湯を使うより簡単ですね。もし瞬間接着剤工作とかで使っててあっついてしまった、この時は無理やり剥がすと皮膚破れる可能性があります。怪我します。この時にマニキュア用の除光液、これを使うと簡単に剥がせます。あと先ほどこうくっつけたもの、これにも効果ありますね。これ無理やり剥がすとこの部品が壊れてしまう可能性がありますけど、除光液を垂らします。そう、簡単に取れちゃうんですよ。除光液どこで売ってるかと言いますと、ホームセンター、ドラッグストア、化粧品や普通に家庭用品として手に入ります。あと除光液の種類によっては瞬間接着剤取れない可能性もあります。成分のところにアセトンと書いてる商品を買ってください。マニキュア除光液を買った場合はまずはこの手につけてみて安全なところでテストして剥がれることを確認の上常備しといてください。万が一瞬間接着剤で貼り付いちゃった場合、その場合は慌てずに除光液、あとは工具箱の中に入れとくといいかもしれないですね。こう指通し、こういう貼り付き方もよくあるんですよね。特に大きい面積を施工してるときは、この場合も無理やり剥がすと怪我しますので除光液を使って剥がします。昔レンニンさんが電子レンジに手を貼り付けてました。ああいう状態になったら大パニックだと思うんですね。その場合はこういう除光液、これを大量に使って剥がすのがいいのかなと思いますね。瞬間接着剤を剥がすそういう専用のリムーバーっていうのも、この瞬間接着剤出してる会社販売してますけど、なんか置いてあるところ大型のホームセンターでないとないんですよね。でもこの除光液、これでしたらドラッグストア、化粧品やホームセンター、コンビニにも置いてあるのかな。まあ入手性が非常に高いですね。もし持ってない場合、持ってない場合でこうなっちゃった場合、この売ってる店までそのまんま行って買うのもいいかもしれないですね。絶対にやっちゃいけないのは無理やり剥がすことですね。ちょっと今少量をつけただけなんですけど、なかなか剥がれないですね。これだけの面積に貼り付けると厳しいところがありますね。これ剥がれかけてきた、あやったと思って力入れると皮膚がいく可能性がありますので、完全に剥がれるまでは安心しちゃいけないですね。焦らずに丁寧にゆっくりと、いろいろな角度から除光液を垂らしながら揉んでってください。引っ張りたいけど張ってはいけない、あとは取れないですね。あと除光液非常に揮発性が高いですので、密閉した部屋ではやらないでください。通気性を良くしてやってください。今ちなみに部屋窓とか開けっぱなしですね。やっとここが取れましたね。あとはこれだけですね。中指と薬指、やっと取れました。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。